ここは、葉山デニーズですね。葉山デニーズ、森戸店ですね。今日は連休明けの7日です。全然もう海のヨットもカメラもね、昨日まで海岸にもほとんどいませんね。海岸の人だけもいませんね。これは赤潮だな。赤潮が発生してますよ。それでこれは柴崎の海岸ですね。そしてこちらの方が名島、これが裕次郎灯台。このテラスもね、全然人がいない。今まあ朝の9時ですからね。そしてこれは大岡山ハイキングコースだな。この山もなかなかね、自然林がいっぱい生えてるからなかなか素敵ですよ。こうね、この山にも、登れます。そしてこれが私の大好きな葉山デニーズですね。テラスも全然してはいない。爽やかな、6月では結局湘南の、海辺のテラスのここが、ね、一番いいですね。これなんだろう、これ何なのかな。暖かくなると、どうしてもこういうね、この赤潮が発生してきます。ほんとこの一角だけど沖合でもだいぶね、赤潮が発生してたんだな。まあだいたい透明感はね、ありますね。そしてこれがこの先の正面にあるのが江の島ですね。そして釣り好きにとっては最高に関心のあるのがここですね。ここに生けすが入ってます。これは佐島のカツオ船、その他が使う魚足の生けすですね。この、イワシのイケスの真下にいっぱいヒラメが、ザブトンぐらいのヒラメがいっぱいいるんだよね。まあ、ヒラメを狙うにはここが最高の最良のポイントになりますね。これは名島ですね。はい、これが5月の海辺の最高のレストラン、デニーズから。